猫の恨み、最近久しぶりに霊体験のようなものをして、中学生の頃にあったことを思い出したので、書きます。そこまで怖い話ではないかもしれませんが、個人的には、すごく恐怖を感じた体験。動物系ダメな人は見ない方がいいかも。何年も前、家から近い私立の女子校に進学して、中学1年生だった時、 小学校が一緒だった子がいなかったのに加えて入学してすぐに変な噂を流されてしまってクラスで孤立していました噂の内容は詳しくは教えてもらえなかったのですが猫を生きたまま食べてるのを見ただとかひどい嘘っぱちでした中学に入ったばかりの女の子といえどこれを本気で信じていたとは思えないので やっぱりちょうどいい憂さ晴らしの対象にされていたのかなとも思います。噂が流行り出したのが4月の終わりで、それまで少し仲良くしてくれていたことも話してもらえなくなり、寂しい思いをすること一つよは、6月に入ってから、二つ隣のクラスの子から呼び出されて、好き教室で話したのですが、彼女が、本当に猫を殺したのかなどと聞いてきました。 私が違うというと、妙な頼み事をしてきます。何でも、彼女、香川さんとします。の飼い猫が、この辺りで行方不明になっていたそうですが、つい最近死体になって見つかったのを、私が殺したことにしてほしいというんです。なんでそんなことを言われるのかわからないし、断ったのですが、香川さんは、必要にそれを頼んできて、土下座までした上、 なおも私が拒否すると顔をぶってきました。理由を聞いても答えてくれません。私は、その頃、鹿とされるストレスなどから体調不良で、ガリガリの上に背も低かったので、全く抵抗もできませんでした。香川さんは、なんだか危機迫っていて、私は、怖くて彼女の言う通りにすると言ってしまいました。これから、 無実の罪を着せられて、もっといじめられるんだろうかと思って、私は泣き出したのですが、香川さんは、とても嬉しそうにして、私の手を握って、じゃあ、私がミイを殺しました。香川さんでなく、ミイを殺したのは私ですって言ってと、要求してきました。変だなとは思ったのですが、言うまで返してくれなさそうだったので、その通りに言いました。私の手を離して、 香川さんは、何度もありがとうありがとうと言って、私を玄関まで送ってくれました。次の日から、私は、それでもまた学校に来ていたのですが、新しく噂が流れるようなことはなく、私は正しかとされていました。そのまま1週間くらい経ちました。ある日の休み時間、誰かが呼んでると、クラスの子に話しかけられて、親と思いました。わざわざ、 私にそんなことを教えてくれるなんて、この子は私の味方なのかな、と嬉しく思ったのですが、ふと見回してみると、いつの間にか、クラス中のほとんど全員が静かになって、私と戸口の方を見ていました。戸口に目を向けると、そこには、香川さんがいて、ちょっと来てというのですが、その姿が異常だったのです。香川さんは、両腕を、 包帯でぐるぐる巻きにして、両方に大きな湿布を貼っていました。そして、学校の中だというのに、帽子をかぶっていたんです。先生に何か言われないのか、不思議なくらいの格好でした。香川さんは、泣きそうな顔で、放課後に、学校の近くのある場所に来てほしいと言って、帰っていきました。私は、彼女がいなくなってから、 その日塾だったことに気づいたので、彼女のクラスを訪ねました。先生に、香川さんは、ここ3日ほど登校していないと言われてゾッとしました。私に会うために学校まで来たのかと思うと、彼女に呼び出されたのが、急に怖くなって、塾もあるから仕方ない、仕方ないと自分に言い聞かせて、約束をすっぽかしました。なんとなく不安なまま過ごした私は、 塾からの帰り道、ヘトヘトで家まで帰る途中誰かが道にうずくまっているのに気づきました。夜10時近くだったと思うのですが、それは香川さんでした。私がびっくりして声をかけると、よかった。来てくれてよかったと泣いて喜びます。私はそこで気づいたのですが、そこは、ちょうど香川さんに指定されていた場所で、 もしかしなくともずっと待っていたのかと思ってかわいそうになってしまいました。香川さんはまだ包帯や湿布、それに帽子を身につけていて、とりあえず公園まで二人で歩いて座ると泣きながら喋り出しました。彼女はまず、飼い猫に小さなことでついむしゃくしゃして、二週間ほど前に殺してしまったのだと告白しました。 私が殺したことにしてほしいと頼んできた霊の猫は彼女自身が締め殺していたのです。彼女が言うにはそれから立て続けに怖い体験をするようになったのでそれを猫の霊の仕業だと考えてそれらしいような噂が立っていた私に霊を押し付けようとしたのだそうです。ひどいことをしたのは謝るから一緒にお祓いに来てほしいと言われました。 自分だけが受けるべき呪いが私にも降りかかっていたら申し訳ないからと。私は気になって怖い体験ってと聞いてしまいました。香川さんは怯えたように私にくっついてきました。みーの首が足にぶつかるの。歩いてて何か蹴ったなと思って下を見ると、それがみーの頭なの。 見ないようにしてどんどん歩いても何度も何度も蹴る。踏んだりして、だんだん、その形が変わっていくのがわかる。寝てるとき、かいものが布団に入ってくるの。あーミーだな、と思って抱きしめるんだけど、あれ、ミーって私が殺したのにって気づくでしょ。そうすると、いきなりそれが冷たくなって、べちょべちょした感触になる。驚いて飛び起きたら、 もういないの彼女の話は、だいたいこんな感じでした。聞いているだけで寒気がしたのを覚えています。それで、私はそんなこと一切なかったよ。香川さんはまだそんな風なのとまた聞くと、彼女は、腕に毛が生えてきたと言います。猫の毛なの。だんだん増えてくる。それで、ヒゲも生えてきた。昨日からは、耳も生えてきたの。 見てよ、この耳。見てよ。香川さんが興奮して帽子を外したので、私は半信半疑で立ち上がって、彼女の頭を見てみました。が、猫の耳なんて、もちろんどこにもありません。ない音と告げると、彼女は怒ったように、あるはずだ、あるはずだと怒鳴るので、私は気味悪くなりました。それじゃあ、 ひげも見せてみてよと湿布をへがそうとすると、香川さんは、打って変わって弱気になって、お願いそれはやめて、とメソメソしながら拒みました。私は、そこですっかり、香川さんは、おかしくなってしまったんだという結論に至って、夜も遅いから、もう帰ろうと言いました。香川さんが、お払いの件は約束してほしいというので、いいよ、一緒に行こうね。 と慰めてあげました。すると、突然、香川さんが、頬に唇をつけてきて、目元をなめられました。正直気持ち悪かったのですが、もう私も疲れきっていたので、軽く振り払って、二人で歩き出しました。香川さんは、また、帽子を目深にかぶっていました。しばらく歩いていると、香川さんが、いきなり立ち止まりました。 数メートル先に行って、ついてこないので、振り向いて名前を呼んでも、じっとうつむいています。それから、もじもじと足を動かすような動作をしました。しつこい。と、突然香川さんが怒鳴りました。下を向いたまま、私は何か悪いことを言ったかと思い、彼女に謝ろうとしました。みー。しつこい。ーというのは、 香川さんの飼い猫の名前だったのですが、香川さんは、しきりにミーしつこい、とばかり叫んで、足を小さく動かしています。それが何か落ち着くような仕草だと気づいて、もしかして、香川さんには、今、あそこに、ミーの頭が見えているんだろうかと思い至りました。無論、地面には何も落ちていません。香川さん、そこには何もないよと、 言っても香川さんは興奮したままで、ついに、しつこい、しつこい、しつこい、と、大きく足を振って、その、何かを受けるような動作をしました。と、ガン、と、何かが、私の足に、勢いよくぶつかりました。気のせいなどでは済まされない感触で、何か小ぶりの、ボール台のものがぶつかって跳ね返っていったのが、わかりました。 香川さんは顔を上げていて、私の足から私にぶつかって跳ね返ったものが転がっていっただろうあたりを目で追っていました。しかし、やっぱり、そこには何も見えません。何が起こったのかわからないでいるうちに、香川さんがハッとして私を見て、ごめんね。と、真っ青な顔で言うやいなや、私は信じられないほどの恐怖にかられて、 彼女を置いて家まで逃げ帰りました。家では遅くなった私を家族が心配して待っていました。鏡を見ると大きな青あざができていました。怖くてすぐ布団に入って熱を出して家族に看病されました。熱自体はすぐに引いたのですが具合が悪いと言って次の日は学校を休みました。休日を挟んで月曜日 学校に行くと、クラスの子がに、三人、いきなり謝ってきました。面食らっていると、何でも、私が、初めて学校を休んだので、無視やいじめの旅が過ぎたのだと思い込んだようです。その子たちを見て、結局、クラスのほとんど全員が、私に謝罪してきました。香川さんは来ていませんでした。それからも、二週間ほど、 香川さんの姿を見ることはなく、学校にも登校しないまま、いつの間にか席もなくなったようでした。お払い同行の話も、そのままなくなりました。ただ、足にできた青あざは、その後まる2年間も残り、それを見るたびに、私は、ミーの話を思い出して気持ちが悪くなりました。猫に関する恐怖体験は、幸いにも特になかったこと、 中学を卒業する頃には、あざも、すっかりきれいに消えたことが救いです。香川さんのおかげと言ってはなんですが、それからは、私も、学校で友達も作れるようになりました。彼女にこれ以上関わりたいとは思わなかったので、情報は極力集めないようにしていたせいで、香川さんが、その後どうなったか走りません。これで、香川さんの話は終わりです。 文字にしてみると、やっぱりそこまで怖くなかったかな。長文、失礼しました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル、登録お願いします。